はい、皆さんこんにちは、ワンダリングルイージです。今回は大御所家康が秀忠を討つ、まあ、独立シナリオですね、続きをプレイしていきたいと思っています。すでにですね、4つ持っていた城のうち2つ、吉田、それと岡崎は取られてしまっていますので、まあ、残されたこの掛川と駿府、この2つを守りながらですね、なんとか外交的手段を講じながら反攻の機会を伺っていくということをやっていきたいと思っています。ですので、まずは割と近くにいる、かつこちらになびいてくれる可能性のあるところから重点的に工作を仕掛けていきましょう。で、朝廷外交ももちろん忘れてはいけないところなので、維新に今やらせていますというところですね。で、あとは調略懐柔でいざという時に味方になってくれるようにしておきましょう。あとは密談で言うとどうだ？ちょっと大御所家康とはいえ、将軍家秀忠にこう仇をなすっていう人間はなかなかいないかな。まあ、ちょっとでも兵数が欲しいので、ここは連立天守を作っておきましょう。出陣するぞ。敵が我が領内に向かっております。その前に攻め込まれるんじゃないか説もあるんですけどね。掛川に5900か、思ったより早かったな。待機せよ。表情を始めます。まあ、まずはこの5000、おお、家康か。家康がまずいな。家康が早くもここで死ぬとなると、もともとのプレイコンセプトが早くもおかしなことになってはきますが、なんとか持ち込んだ得てもらいたいですね、家康には。で、敵の軍勢、まずは宮本武蔵隊が3500か。これだけだな。まあ、宮本武蔵には入り込まれなければ十分に応戦できる。入り込まれて乱戦に持ち込まれて奥義一戦を食らうとちょっとまずいかなって感じですけどね。そうでもなければ十分に撃退はできるでしょう。軍隊が来たか。ただ城門が守られてる限りは奥義一線を食らうことはないので大丈夫でしょう。で、心配なのが水の隊だな。かしこまりました。水の隊を撃退するためにこちらに兵を回しましょう。城門が3つあるんで、最低でも3部隊は出さないと城門を突破されてしまいますからね。敵が城内に侵入しました。引け。何、武蔵に侵入されたけど撃退はしたね。我が道を開けよ。臨戦とか使ってもあんまり意味ないからな。結構城門削られたな。急いで修復しないと次の戦いが心配になりますね。
ぞ退却せよ。敵将捕獲した。お、敵将捕獲したの？やるじゃん。ご命令を。先月の収支です。報告します。急いで城の修復取り掛かりましょう。いやー、家康がもし万が一早期に死ぬなんてことになると非常にまずいな。この辺りは投資でもしてちょっとでも戦力の増強を図りましょうか。何気に掛川が落ちると、まあ、結構まずいことになるんで、ここも少し厚めに内政を仕掛けておきましょう。いやー、家康が死ぬとかなりきついな。怖いねー。いつ先月の収支です。報告します。出陣してこられるかと思うと。掛川城をもう少しやっぱり大きくしておきたいですよね。そう考えると駿府に関してはもうだいぶでかくしてあるので、まあもうこれ以上は大きくするのは難しいかなというところまで来てはいるんですよね。まあ労力もないし何もできないな。表情を始めます。先月の収支です。まあ今は城の修復が一番大事かな。労力が1しか回復してないから何もできない。表情を始めます。先月の収支です。さあ冬になってで労力が回復しないとであればどうしようかな。水晶系をまああまり意味はないといえばないですが、やっておくだけやっておきますか。水晶じゃなくて奨励ね。お、国境まで武蔵が出てきてるな。邪魔くさいね。先月の収支です。我が領内に敵が迫っております。お金がちょっと足りないな。何するにしても。おっと、掛川に16000。16000は大きいな。どこの軍勢だ。尾張徳川か。この数は結構な数ですね。これを支えるのか。ちょっと家康も出陣させましょう。ただ6700全部出すともうあっという間に攻められるので、ここは1700でなんとか持ちこたえましょう。おっと思ったら今和解ができると
なるほど。尾張徳川と早速和解しましょう。これが一番。止まれ。ご命令ください。先月の収支です。報告いたします。こう掛川城をかすめて帰っていったね。そしたらまた忘れないうちにしっかり朝廷外交を入れておきましょう。入ってるね今。オッケーオッケー。まあ、そうこうしてる間に国力を確実につけておかないと。表情を始めましょう。先月の収支です。駿府の守りには絶対の自信があるんですけど、兵力がちょっと足りないかなっていう感じなんですよね。ご命令を。先月そうなるとやっぱり掛川のこの2700って結構貴重な2700なんで、この2700を守るためにじゃあ駿府の兵力を使うのかっていうとなんか矛盾してくるんで、掛川が自力である程度敵をまあ防衛できるだけの兵力、最低でもやっぱ5000ぐらいは欲しいですよね。表情を始めます。先月の収支です。ご用を受けたまわります。ありがとうございました。ちょっと兵糧軽く売りましょう。で名所か大庭園か宿場が作れるんだったらここに一つ膨れときましょう。で残りの陣所は確実に敵に攻め込まれた時に速攻で潰されるので、まあちょっとお金がまあ無駄になるだけなので、政策を執り行います。あとはそうだな、政策もこれといったものはないし、そうなると馬術ぐらいやっとくかな。あと砲術、うん、できないね。ご命令を。いや不安しかないな。いつ敵が攻めかかってくるかっていう考えると。先月の収支です。報告します。この後どういう戦略でこう秀忠潰しをしていくかっていうのをちょっと考えないとな。信用38、33まで来たか。井伊家も26までは来てるな。政策を執り行います。そしたらここで政策できないか。遠くの大名にもね、工作が打てるように外交ができるようにと思ったんですが金がない。表情を始めます。先月の収支です。諏訪には援軍の要請ができるようなところまで起きたね。まあ、地道に耐えて耐えて耐えしのぐしかないかな。とりあえずは金不足。我が領内に敵が迫っております。13600から来たね。向かっております。止まれ。大丈夫だ。
いやここで褒美エンドで早いです。城の回収は終わってるね。森綱2500と、あとはどこにいる、水野が2500、これは城門に張り付いて敵を迎撃するしかないな。問題は渡辺森綱隊がどっちに行くかですね。始めるぞ。これが全然読めない。そっちか。我が道を開けろ。承知いたしました。やっと城門にたどり着いたか。やっぱり渡辺守綱隊が城門突破してくるな。一旦引くか。敵が城内に侵入まあ、これはしょうがないですね。さらに勝成も来たな。手を貸してくれ。一旦二の丸で迎え撃ちましょう。城門が破壊されました。かかれ、教えてやろう我が戦を。引き際わきまえねばな。引くぞ。たださすが家康だな。二の丸の中で完全に防衛戦展開してくれてるわ。あとは勝成をうまく退けられれば。縄文が破壊されました。承知いたしました。逃げるなら今のうちだ。よし、これでまあ撃退はできるでしょう。さすが家康って感じだな。まあ3倍近い敵の軍勢をこの掛川城で撃退したっていうのは大きいですね。まあ、すぐに縄文の修復に入らないといけないけど。敵に背を見せることこそ我らの誇り。逃げるなら今のうちだ。我が道を阻むなら容赦はせぬぞ。何、退却せよ。さらに敵の軍勢が来たな。吉直が1万1000か。これきついな、この1万1000は。まあただなんてことしてくれんだよ。ただでさえ軍勢少ないんだから。これは本丸決戦にもつれ込む可能性が出てきたな。いや、本丸で迎え撃つしかないな。ちょっと数が多すぎるけど敵のね。
勝負と行こう。皆の者、手を貸してくれ。貴様らの動き、読めておる。皆の者、手を貸してくれ。始めるぞ。始めるぞ。縄文越しでも結構削ってくるね。まずいな、掛川が落とされるぞ、これは。さらに機体も5300か。掛川がまずいな。引くぞ。だあ、どうにもならないね。お味方が捕らえられました。我が領内に敵が迫っております。まず落とされましたね、掛川城が。持ちこたえられなかった。これは駿府決戦にもつれ込むな。表情を始めます。先月の終始です。援軍が頼めないってなってるしね、今。我が方の城となると、もうこの駿府で敵を迎え撃つしかないな。掛川はちょっともう捨てるしかない。表情を始めます。先月の終始。駿府の方もただ兵力がね、まあ回復はしてきてるけど、まだ4000。これに1万クラスの軍勢に攻め込まれたら、あっという間にやられるな。どうしよう、施設で連動を上げておいた方がいいかな。まあ、今砂鉄よりもどう考えても連動上げといた方がいいからな。作り変えていきましょう。ご命令を。先月の終始です。報告します。5000まで回復したか。朝廷外交はどうなってる。止まってやがった。いやー、いつ敵が迫っておりますって言ってくるかと思うと、ちょっとドキドキしちゃうな。いや、もうこれ金をばらまこう。この将軍家に工作をしているっていうのも、なんか意味がわからないといえば意味がわからないけど、今はもう生き残る方が大事だからな。これ外交縛りとかにしたらもう無理ですね。報告します。
朝廷外交で和解しながら機を伺うしかない。今駿府の兵力が6000まで回復してない。先月の収支です。ちょっとバグってて人物の顔が出なくなっちゃってるかな。あとはまあちょっとでも人口を増やして、ちょっとでも兵力を増やせる状態にしておかないと、本当にわずかな兵力差で滅びる可能性があるからな。敵が我が領内に向かっております。いや本当に怖い。来たね、駿府に6000か。どこの軍勢これは。水野家か。水野だったら駿府で迎え撃てるな。我らの戦お見せいたす。出陣しよう。登場を始めましょう。先月の終始です。ここで朝廷を使うのは早すぎる。時期尚早だ。まずは敵を迎え撃ちましょう。めっちゃ早いね、東海道を進んできた。東海道は整備されてるね。めっちゃ高速で入ってきたけど。で、駿府は城門が2つ3つか。守りにくいな。いや、2つだ。守りやすいね。始めようか。やっぱこの駿府で敵を食い止めるしかないね。この駿府は落とせまい。この城のね、設計を自分でできたらいいですけどね。ストロングホールドとかだとそういう系なのかな。次回の信長の野望ではぜひこの城の設計をね、自分でやりたいですよね。どこにこの堀を張り巡らせ、どこに櫓を建てるかみたいなね。よし、無難に敵を撃破しましたね。まあもうこれを繰り返して、その間に外交でちょこちょこ味方を増やしていくっていうね、そういうことしかできないからな。まあ、ただ駿府は守りやすいというのが改めて分かったので、まあ、それだけでもまだマシかな。で、修復ができない。なぜ？金銭が足りない。バカな。修復しないと何もできないからな。兵糧売るのか。売りたくないけど、城の修復しないと話にならないからな。はい、というわけで、まあ、30分経ちましたので、今回はここまでにして、次回はこの続きをプレイしていきたいと思います。
で今まで何回そのワンダーと海外旅行に行ったのかっていうのをちょっとねあのパスポートを見て確認してみました。でそうするとあのこんな感じになってましたね。はい、ご視聴ありがとうございました。この動画が面白いと思った方はチャンネルの登録をお願いいたします。動画の視聴画面の下の方からチャンネル登録することができますのでぜひよろしくお願いいたします。また動画の解説欄にツイッターのリンクも貼ってありますのでぜひツイッターのフォローもよろしくお願いいたします。